気持ちよくなると身長2000メートルの巨人になる男、レンエンスカオ。キックボクシングに命を懸ける男、高速キックで気持ちよくなりレンエンスに変身。昭和歌謡の貴公子がムード歌謡を歌うと気持ちよくなりレンエンスに変身、凶悪怪獣に立ち向かう。SNS で幸せな投稿をした人々にクソリク、クソコメが殺到、失踪する事件が多発した。やがて人間どもは私の奴隷となるのだ。最強宇宙人の恐るべき侵略計画。人間の嫉妬や悪意を集めてエネルギーとする邪悪な宇宙人なんだ。それがどうしたっていうの。この泥棒猫、女アンドロイドが大活躍。こいつらは皆殺しや。地球が地球が大ピンチ。強い、ゆるい、くだらなさ 1億%。 特撮映画史上最高最低傑作、日本バカ映画の巨匠川崎稔監督作、レンエンスカオス、ご期待ください。